和田玉和田玉とは中国新疆をイグル自治区の宝丹地区で採取される翡翠。前漢の武帝の使者である長剣が発見し、献上したとされている。南極であるが南極の中では比較的硬い。中国次第玉石の中でも最高の玉とされ、中国の国石とされている。中国次第宝石とは和田玉の他に独三玉、茎岩玉。 緑松石である。2008年の北京オリンピックにおいて、オリンピックメダルに金と和田玉が採用されたと言われていたが、実際には、埋蔵量の豊富なコンドン玉が採用された。和田玉の高度は 6.25, 屈折率は1.610、比重は2.95である。和田玉の代表的なものは、乳白色の養子玉があるが、他に、白玉、黄玉、壁玉、 墨玉など様々な種類がある。宝丹地区は玉の産地として古くから有名で、現状産蔵は大東西域域の中で、きとここへ立ち寄ったとされる。毛織を産出し、糸を紡ぐ。白玉や墨玉を産出する。音楽を尊び、歌劇を愛す。霊節あり、規律ある。文字はインドに似て、非なる。王は美写門天の光栄というと記されている。 現在、和田玉は枯渇状態にあり、取引価格が急上昇している。ありがとうございます。